ろうかな。おはようございます。ちょっと朝配信は50分で終わります。ああ見えなかったよ、もう一回出して。ありがとうございました。ねえ、もやってる。ありがとうございます。長原さんは昨日もこっちで見せたから、なんでなんだろう。でも体調が悪くて、いや悪い、50分に終わります。薬飲めば治るんだけど。おはよう。言ってないよ。はよ。起きたら、起きたらですね。今日は月曜日だ。おはよう。おはようございます。DVD 今週中には届くんだろうな。お、そっかそっか、楽しみですね。おはよう。
い寝てほしい。ありがとう。でも大丈夫ですよ。寝れてるのは寝れてるんだけど。そう。はよ。仕事行ってきまして、らっしゃい。頑張ってください。おはよう。グー、優しそう。嘘、なんかもやってしてるんですよね最近配信が。薬を飲んだら治る。次のスチューデンツ楽しみ。誰？そのこと言ってる？うん。タイトルかもしれない。ありがとうございます。テープカット疲れ。いや。テープカット一瞬で終わったよ。お仕事行ってきます。いってらっしゃい。割と空いてるのに二人掛けの隣に座られた。うわ、そりゃ隣に座りたかったんや。22直のロケ会、ソラハちゃんとエミリン T シャツ EV です。EVおはよう。ビガビガイブイブ。いや、うん、そうなんです。大学にロケで行って、スチューデンツの大学キャンパスをなんか味わったけど、いいなってなりました。大学行っとけばよかったなってなりました。おはよう。で誰かと痛みで泣くのは仕様ですか。いいね。昨日はありがとう。あ、ありがとう。Thank you。あげたくんのガチャしてない。でもツイッターで見てた。大丈夫ですよ。心配しなくて。ありがとう。おはよう。おはよう。おはようございます。国立大学だったのでキャンパスや学食が地味でした。そうなんですか。国立大学、国立大学ってそうなんですか。
逆になんかすごそうなイメージ。おはよう。ちょうどなんか自分が学んでみたかった学部があって、ほんでそう、うおいいな、楽しいってなりました。そのスチューデンツさんのロケ、確かにね、実はお金あり。はいよ、ジプトさんの配信、多くの出演者さんがコメントしてたのほっこり。ああね、でもおきちゃんもね配信見てたんですけど、それ一緒に LINE してて、見てる間なんか配信、私出るの遅かったんですけど、始まってから美智さんのファンの方々、まだ美智さん出てきてないのにすごいコメントしてて、いいですねって。確かにって思いました。もうきぽお家まで来てくれなかったね。なんで知ってるの？そうなんですよ、リモート調子悪くて焦った。うん、なんか今自分が喋って大丈夫なのかどうなのかって感じ。髪短くなったよ、切った日に会いましたよメンバーで。おはよう。リモート難しい。うん、しかもなんか最初音声入らんって言われて、セプトさんが好きだから。そうですよね、そうだろうなって思った。リハもめっちゃ結構やったんですけど、音声チェックで本番になっていきなり音も入らなくて焦った。はよ、難しい、やっぱり大勢の中に一人は難しかったリモート。そうそう、めっちゃ急に映って、最初ありがとう、仕事行ってきます。いってらっしゃい。雨降ってるんですか？そうそうそうね、ウォークディスウェイ最近聞けてなくて恋しくなってきたんで後で聞いてきます。あそこが好き。うん、縛られ生きるのはナンセンス、ナンセンスが好き。あと振り切ってアワアワアワが好き。
すごいね、あんな声出せるなんて。うん、ヨンマがリモートで声かぶってたところはボケですよね。いや、あれはね、多分もう映像に行ってると思って。でしかもそのズーム参加者は配信画面見れないかったから、他の端末がないと。私は他の端末持ってたので見れたんですけど、持たれてなくて。お二方はなんかそのこちらをご覧くださいどうぞって言った時にちょっと映ってないから、映ってないって言ってたんですよ。じゃあ二言ぐらいしか喋ってない。だからもうこっちの音声がカットされとると思ってたよね。自分はそうされとるかわからんかったけん静かにしとったけど、あまりにも先輩方がめちゃめちゃ喋るから、あー切れてるのかな、大丈夫なのかなって思って、お疲れ様ですって言って、のそんぐらい配信始まって、まだ動画始まってないですよみたいな、しかやってない。イベント楽しみだ、ぜひ。はよ、仕事って今行ってらっしゃい、おはよう。それでは私ももうそろそろ漢字を読みます。いきます。13位デブニャンさん、12位ソリオさん、11位アモズさん、10位キョンシーさん、9位キュート6さん、8位ハゲルさん、7位長原さん、6位雷なる猫さん、5位長谷川さん、4位マサジさん、3位体調悪いのにありがとうさん、2位坪井祐介さん、そして1位はトゥルルルンジちゃん、あなたに会いたくて死にそうカサブランカダンディさん、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンジちゃん、チョウビーさんでした、ありがとうございます。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。月曜日頑張ってください。それでは今日も一日バイトラベ、せーの、エリエリオー、だね、ありがとうございます、バイバーイ。